最初にですね、宮崎駿監督がシノプシスっていうのを作るんです。シナリオの前の段階で、そのシノプシスに従って取材に行くんです。で、私はもともと絵にこう湿度があるって言われてるんです。で、湿度のある人は九州に行きなさい。で、湿度のないサラサラした綺麗な空気感をかける小川和夫さんは白神さんちに行ってるんです。耳を澄ませばでは、うどんをすするシーン、今日三大うどんの稲庭うどん食べましたけど、美味しかったですね。五島うどん、稲庭うどん、讃岐うどん、葉っぱが、みんな木の葉っぱが椿の葉っぱに見えるって言うんですね、宮崎さん。いや、五島には椿しかないんですでも、小川和夫さんも大変で、屋久島は10人ぐらいで行ったんです、アニメーターとか美術家で。屋久島は小川和夫さん一人で行ってて、時間を間違えて夜、夕方になって遭難しそうになったって。ありがとうございます。ありがとうございます。